今回は意外にも闇を経験していたあの文豪、彼の名前は夏目漱石。ぼっちゅんや我が輩は猫であるで有名な作家ですが、闇期を経験していました。もともと大学で英語を教えていた彼、文部省から英文学の研究を任されロンドンへ向かいます。しかし到着すると外国の異文化の高い壁に直面してしまいました。プライドが崩れた彼は研究を進めるも一向に進展せず、下宿に引きこもってしまったとか。結果神経衰弱になってしまい、任期前に帰国したのでした。辛いですよね。歴史の裏話を発信しているので、チャンネル登録をしてお待ちください。